さあ続きましてフィギュアスケーターを応援する実況フィギュアのコーナーです、はい、昨日イタリアでの世界選手権を終えた鈴木明子選手が帰国し私も行ってまいりました。ショートでは20位と出遅れたもののフリーでは7位と躍進、その理由を語ってくれました。フリーで立て直す気持ちの切り替えになったのもやはりその諦めないっていう気持ちを伝えたいなって、最後まで諦めなかったのは私らしいかなっていうふうに思っています。この諦めないという強い気持ちがもう鈴木選手らしいですよね、うん、精神力の強さ、はい、粘り強さというのがすごいですよね。そして鈴木選手のライバルでもあった中野ゆかり選手、今シーズン限りで引退です。お話を聞いてきました。世界一美しいと称された中野ゆかり選手のドーナツスピン。その中野選手が18年に及ぶ競技生活を終え、今シーズン限りでの引退を発表しました。6歳からスケートを始め、伊藤みどりさんに憧れていました。また浅田姉妹とは良き友人でありライバル、トップスケーターとして活躍してきた中野選手、選手生活を終えた今の心境を伺いました。厳しい選手生活だったんですけど、今はでもようやくこうして選手生活にピリオドを打つことができて安心感の方があります。はい、中野選手にとってスケートっていうのはどんな存在ですか？そうですね、学ぶことが大きかった、存在ですね、はい、やはりスケートを通して信頼関係とか友達とか多くの宝物に出会えたことに本当に感謝したいですし、多くのスケートの関係者や家族、コーチを含めてファンの方々の支えがなくてはここまでやってこられなかったと思うので、いろんな人の支えがあるから自分はやっていられるんだということを実感しながらやっていきたいと思います。先週は地元に帰り、行きつけのお店でファン感謝イベントを開催。今までやはり感謝ということでこういうイベントをやったことがなかったので、一度やってみたかったっていうこともありますし、やはり最後は演技で終わることなく終わってしまったので、こうして直にファンの方と触れ合うことで一人一人話し合って気持ちを伝えた方がいいなと思ったので、こういうイベントをやると決めました。ファンを大切にする中野選手らしいお別れ、最後にこんな思いを語ってくれました。たくさんの心のこもった応援をどうもありがとうございました。もちろんこの先も厳しい世界が待っていると思うんですけど、何か皆さんのアドバイス等いただければ嬉しく思いますので、今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました。長きにわたって中野選手を応援してきたファンにとっては、こういったイベントというのはすごく嬉しいですよね。そうですね、ただ、ファンとしては引退は寂しいですよね。そうですね。中野選手、明日からテレビ局に入社して新たな人生を歩むということです。スポーツキャスターに挑戦したいそうで、ということは我々のライバルになるかもしれないという、頑張りましょう、応援したいですね。でもね、実況フィギュアのコーナーでした。